はい、皆さんこんにちは。 ATF バスケットボールスクールの山崎です。はい、今回依頼いただいたのは、スピードで1対1をする、スピードで抜くっていうところなんですけれども、はい、スピードで抜くって言っても、まあ、僕の中ではちょっと2種類ぐらいあるかなと思うんですけれども、はい、まあ、ちょっとそこについてお話ができたらなと思っておりますので、ぜひぜひ参考にしてみてください。はい、では行きましょう。はい、ではですね、早速なんですけれども、まずスピードで抜く1対1、まあ、どういったものがあるのかっていうところなんですけれども、まずそもそも1歩目の速度で抜くってやつですね。1歩目の速度で抜く、はい、でこの1歩目の速度で抜こうとするときっていうのは、ボールミートができない状態を想定してますよ。はい、ですので、そのボールミートができてなくてこう止まった状態から、じゃあどうやって1対1で抜くのかっていうことなんですけれども、その抜くときに、はい、意識的なところをねちょっと持っていただきたいです。例えば頭とか、あとは肩とか、そういったところをしっかりと横に振ることによって、重心移動が行えますので、その重心移動が行えた時っていうのはスピードどうしても上がるんですよ。で、一番最後意外とでかいのがボール、これをどういうふうに使うかっていうところですよね。このボールをしっかりと横に振ってください。で、横に振ると体自体は少しずれますよね。わかりますか？はい、でそのずれた瞬間に後ろ足でしっかりと蹴る、でその瞬間に頭を思い切って下げるっていうところの重心移動を一気に行うと、体がこう自由落下しているような状態なんですよ。でその自由落下している時に後ろ足でしっかり蹴る、はい、これがすごいスピードを生みますので、ぜひぜひ練習してみてください。はい、はい、いかがだったでしょうか。まあ、ちょっとこう見ていただいたんですけれども、イメージ的にはその自由落下を意識して、でその瞬間にどん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 低くなっていきながら、スピードを上げていく。まあ、ちょっとね、これの一つダメなところというか、まあ、その難点としましては、視野が一気に狭くなっちゃうんですよ。はい、だから、まあ、なかなかね、ゴール下とかが見えなくなっちゃって、一気にドライブっていう感じになっちゃうんで、はい、これを、まあ、少しずつ顔を上げていきながら、自分が一番やりやすいかなっていうのを、まあ、周りも見えながらスピードも出しやすいっていう自分の一番いいところを見つけてみてください。人によって違うんですよ。はい、人によって。で僕なんかは結構下げる人です。結構こうガーンって下げちゃって、下げるんですけど顔だけちょっと上がってるから、なんか奥まで見えたりして、一歩目のドライブをつこうとした瞬間に誰かが動き出したら、そこにいきなりバーンってドリブルの前にうわーって一気にこうパスを出して、はい、するようなこともあります。はい、相当信頼してくれてて、パスが来るかもしれんって思って動いてる人じゃないとなかなかキャッチできないんですけれども、もう向こうとしても絶対ドライブ来るって、このコート上の僕も含めた10人全員がドライブするって思ってる瞬間に、僕が途中で切り替えてうわーってパスをするんで、だからそれに対して反応できる人じゃないとやっぱりキャッチはできないんですけれども、だからまあそこ自分のいいところっていうのをしっかり見つけてください。僕は低い方が良かったです。はい、ということでね、まあ、人によっていいところっていうのは違うと思うんで、ぜひぜひこちらも参考にしてみてください。はい、ということで今回はこんな感じで終わります。第2弾はねこの後に載せようと思いますので、また見てみてください。火曜日金曜日で更新をしようと思っておりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。では以上です。